江戸の創業から続く呉市の酒造会社三宅本店の酒蔵では蔵人たちが総動員で日本酒の仕込み作業を行っています。大吟醸酒用に 50% まで磨かれた広島県産の酒米を専用の機械で蒸した後、高温多湿に保たれた室の中で麹菌を振りかけて日本酒作りに欠かせない麹を作ります。その後麹に蒸し米や水を混ぜ、およそ1ヶ月間かけて新酒が出来上がります。冬場の冷気を生かして低温でゆっくりと発酵させることで香りがよく美味しい日本酒に仕上がるということです。気温が低くないと蒸したお米も温度が下がらないので、この寒い時期に仕込むのが一番いいお酒になりやすいです。家族で一緒に飲んでいただけたらなと思います。寒仕込みは来月中旬まで続き、早いものは来月から新酒として販売されます。